ヘイマーケット2006年撮影。地図ヘイマーケットは、ロンドンのシティオブウェストミンスターの中のセントジェームズ、地域に位置する街路。ピカデリーサーカスを北端とし、南端のペルメルへと伸びている。沿道には、数多くのレストランや、シアターロイヤルヘイマーケット、ハーマジェスティーズ劇場、シネマコンプレックス、ニュージーランドハウスなどがある。ペルメルとピカデリーサーカスを結ぶ。 広い通りはエリザベス朝から記録に残されており、その名称に示されているように、主に資料やその他の農産物の市場として使われていた。当時は一帯は農村的な場所であり、最も近い集落はジャリングの村であった。このような使われ方はウィリアム3世の時代も続いており、当時は干し草や藁を積んだ荷車を使ってこの通りで販売することが 課金なしで認められていた。1692年、この通りが舗装された際に、住みへの課税が始まった。星草一山に3ペンス、藁一山に2ペンスが課された。1830年、通りで開かれていた市場は、議会の法令によって、リージェンツーパークに近いカンバーランド市場に移された。それ以前、何世紀にもわたって、ヘイマーケットは、 ロンドンにおいて売春が横行する場所の一つであったが、この頃には状況は変わっていた。1878年に出版されたオールドニューロンドンには次のような記述がある。娯楽を求めて出かけるウエストエンドの住人たち、行き先の中心に位置している。ヘイマーケットは、ホテルや軽食堂、外国風のカフェなどが並ぶ素晴らしい場所であり、 付け加えたくなるものがほとんどないほどで、数多くある飲み屋は、芝居が跳ねた後に繰り出してくる、解き放たれた人々で、夜が昼に変わってしまい、そうした連中は、街頭で酔っ払って、騒ぎを起こしてはいつも、微罪判事の前に引き出されるような始末だったので、立法府がこれに介入して、議会の法令が成立し、こうした飲食店は、夜中の12時で閉店することとされた。 ヘイマーケットはロンドンの劇場街を要するウエストエンドの一角を占めており遅くとも17世紀には劇場が立地していたヘイマーケットのクイーンズ劇場はジョン・バンブラが設計し1705年に開場したもともと演劇用として開設された劇場であったが音響環境がオペラに適していたことから1710年から1745年にかけての時期には ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルのほとんどのオペラ作品や一部のオラトリオ作品がこの劇場で上演されていたが、1714年にアン・ジョが死去すると劇場はキングズ劇場と改名された。1790年ニバンブラが設計した建物が火災で破壊され、その後、跡地には同名のキングズ劇場が再建された。 それが再び火災に見舞われた後、ヒズ・マジェスティーズ劇場が同じ場所に再建され、1897年に開場した。この建物は、この場所に設けられた4代目の劇場であり、現在も、ハー・マジェスティーズ劇場として、人気ミュージカルの公演が行われている。今日のシアター・ロイヤルの敷地も、ヘイマーケットで劇場がもともとあった場所であり、 現在の建物は1820年にジョン・ラッシュの設計で建てられたもので、これはそれ以前にあった1720年代建設の劇場に変わるものであった。ヘイマーケットはローワーリージェント・ストリートと並行しており、両者は一方通行道路の組み合わせてとなっていて、ローワーリージェント・ストリートが北行き、ヘイマーケットが南行きの一方通行となっている。 この二つの街路は両方とも、ロンドンからブリストル近郊の A ボンマウスまでを結ぶ A4 の一部を成している。2007年6月20日、ロンドン警視庁は、ロンドン爆破未遂事件への対処の一環として、ヘイマーケットに駐車していた車に仕掛けられていた爆弾を安全に処理した。ありがとうございます。